イズルトで聞いた限りじゃ、村を襲うゴーマが出たり、清涼への不満を抱く住民も多いって話だったが、想像していたよりも落ち着いた印象があるよな、このハリア村ってとこは。タイマ市の私が同行していることで、村人たちも警戒しているのかもしれません。へえ、世の中には裏表があるってこと、あんたも分かってはいるのね。表層しか見えていないようでは、清涼の巡察官は務まりませんから。私だって、いろいろと見てきたのです。人の世の光も闇も。でも、いえ。だからこそ、私はその闇から目をそらさず、正直に向き合いたいのです。その上で、信じたいと思っています。人の心にある光を。闇ね。はい。あなたのような闇です。案外はっきり言うのね。やってらんないぜ。どうしたんですか？果物テイストのありきたりなグミシリーズはみんな飽きちゃってるでしょ。はあ。だからこの島でしか取れないおカカオの実を使ってビターなチョコ風味のおカカオグミを作ったんだよ。そしたら新鮮味に欠けるし、おカカなのかカカオなのかわからないって文句言われてさ、夫も来たから、この辺りの海で取れるオツカツオの削り節をグミの間に混ぜ込んでやったんだよ。チョコの中にカツオ節。しょっぱいせんべいにチョコがけしたものもあるし、案外カツオ節とチョコも合うかもな。そう、新たな発見だったんだよ。パリパリした削り節の食感がムニムニしたグミと絶妙に合わなくて、それが逆に面白いみたいな。新しいグミも作れたのに、なんでそんなに拗ねてるんだ？そこなんだけどさ、世に広めるにはやっぱりサプライズが必要だろ。だからその最高の作戦も一緒に考えたんだ。どんな作戦？このおカカオグミを世界中のトイレに仕込む。名付けてトイレのおカカオグミ大作戦。グミといえばトイレ、みんながなんだかんだ突っ込み入れて面白がると思わないか？なんかおかしいけど面白いね。だろうだろう、やっぱり子供にはウケるんだよな。子供なのに村の大人たちは下品だとかくだらないとか言って、おカカオグミは販売中止になっちゃったんだ。嫌になっちゃうだろなあ。くだらない。ああ、昔は良かったな。ママにご飯食べさせてもらってバブバブ言ってればみんなニコニコして褒めてくれたのにさ。トイレでグミ探しの面白さが理解できないような大人になんてなりたくないよ。休みたいんだけど部屋はある？ええ、ちょうど掃除が終わったところよ。そちらの部屋へどうぞ。じゃあ解読を始めるわ。姉さんが集中できるように俺たちは外で待とう。あの、僕残ってもいいかな？古代語勉強したいんだ。静かにするし、グリモ先生の邪魔はしないから。ボエア、今なんて言った？静かにするし、じゃなくて、私をなんて呼んだ？グリモ先生。姉さんはいらないって言ってたから。それ気に入ったわ。あんたに古代アバロスト語教えてあげる。ありがとうございます、グリモ先生。話はついたみたいね。何かあったら声をかけて。このまま諦めていいのか？パラミデスはアメノシ様の聖殿なんだぞ。あの聖殿を守るのは巫女だけの役目じゃない、この村に生まれた者すべての使命だろうに。こんな強い反発を抑え込んでまで聖霊はアメノシの聖殿を摂取した。でも清涼に見捨てられたらどうやってゴーマから村を守るんだ？それにイズルトの方へ出たところで仕事はどうするつもりだ？ゴーマのこととアメノシ様のことは別だろう。俺は巫女が戻ってきたら一緒に抗議に行くぞ。ゴーマ病のせいで何もかも変わっちまったな。もう昔みたいには暮らせないのか。昔みたい。あなたたちがイズルトで何を聞いてきたか知らないけどね、村には村の伝統があるのよ。
聖主アメノチ様の加護を受けたこの村は、数百年以上続く巫女の一族がまとめる村。時にアメノチ様のご選択を皆に伝え、時にアメノチ様への祈祷を行う聖なる巫女の村。今も巫女がいるのね。もちろん、巫女には娘がいて、その教えを受け継ごうとしていたわ。厳しすぎると感じることもあったけれど、母も娘も使命を果たそうと頑張っていたの。でも聖霊はそんなことお構いなしに聖殿を取り上げてしまった。無理やり？テレサという大魔師が来て話を聞いていたわ。でもね、それは聖殿を奪うという結論ありきよ。優しい言葉をかけながら、結局は自分たちの神様であるカノ主を信じることが必要なんだって。私たちはアメノチ様を信じていただけで、他の人たちに無理強いすることなんて一度もなかったのに。巫女の姿は見当たらないけど。グーリモ先生とはライフィセットもよく言ったもんだ。姉さんと呼ぶなと言われたから他の言い方を考えたんでしょ。それだけ解読を手伝いたかったってことさ。自分ってやつが出てきたな、あいつも。そうね。暴れているというハリアのゴーマはこの村とどんな関係があるのでしょうか。さあね。村でゴーマ病が発生したのでしょうか。でもここは襲われてないみたいですし。聖領の警備を引きつけてくれるなら正体はどうでもいいわ。目的のためなら何だって利用するのですね、あなたは。あんた含めてね。よく知ってるでしょ。解読には時間がかかるかもしれんな。ある程度は覚悟してるわ。それだけの価値はあるはずよ。いや、古代アバロスト語は文法や単語を知っていれば読めるというものではないらしい。じゃあどうやって読むわけ？詳しくは分からんが、直感的な読み方ができないと正しく解読できないと聞いたことがある。直感か、厄介そうね。土着信仰を排除するとは聖霊も厳しいの。自分たちの断りを解いて回るのに余計な神様は邪魔ってことでしょ。小耳に挟んだ話じゃと、アメノチ様の聖殿パラミデスを接収して拠点として利用しておるそうじゃ。封鎖ならともかく、奪ったりすれば余計反発を食らう。断りにかなわないやり方ね。何か理由があるのかしら。ま、どうでもいいがの。古代アバロスト語ってほんと終わった恋を引きずる男並みに面倒ね。グリモ先生でも革新っぽい一行がどうにもはまらないのよ。教えてもらった読み方だと、ここはサポポムチョサンチョン。読み方は合ってるけど、単純に現代語に変換すると、親はトマト、子はナスが嫌いになっちゃうのよ。トマトとナスはカノヌシと関係ないよね。言語構造が現代語と全く違うから、語順を変えたり文字の解釈に飛躍や発明が必要な場合があるの。言葉の入れ替え、サンさんポチョポチョ、ポチョムさんポチョムさんで読めるかな。ポチョムさん、どうしてそう思ったわけ？ここに同じ言葉が並んでるから繰り返しっぽいし、そんな風に読んだら気持ちいい感じがしたんだ。ポチョムさんが繰り返されてるか。そう読んだ場合の意味は、イミナの聖主。聖主？そうか、これがカノ主のことなんだわ。これは大ヒントよ。その法則だとすると、どうやらこの本には数え歌が書かれているようね。
花主のことじゃないの？肝心なのは歌の内容、歌詞の意味は期待通りみたいよ。古文書の解読は進んだ？ええ、坊やのおかげでね。この坊や、語学センスが抜群にいいわよ。グリモ先生の教え方が上手だからだよ。そんな風に言われると本気になっちゃいそう。は？さて、坊や、読んであげて。古文書に書かれてた歌を。はい、先生。歌？八つの首持つ大地の主は、七つの口で汚れを食って、無明に流れる血の脈伝い、いつか目覚めの時を待つ。四つの聖主に裂かれても、ミーツに通じる人あらば、クマのクーマは生え変わる。黄色の月の満ちるを望み、イミナの聖主、心は一つ。イミナの聖主、体は一つ。クーマ、カノ主を表す図と数え歌。この古文書はその意味を解読した注釈書なのよ。もったいぶらずにその注釈ってやつを教えて。ごめん、まだ数え歌の歌詞しか解読できてないんだ。そう。全部解読するにはかなり時間がかかりそうじゃの。だが、聖領の目的と狙いを知るためには重要な情報だ。時間がかかってもやるべきだろう。聖領の目的と狙いを知る？歌詞だけでも得られる情報は少なくないと思います。図にある首は全部で8つ、1本が本体で、他の7つはカノ主の口。7つの口は汚れというものを食し、血脈経由で本体に送り、カノ主を覚醒させる。そういう性質を持つ7つの魔物をクーマと呼ぶ。はい、汚れが何なのかは分かりませんが。後半部分はどう考える？古代史はあまり詳しくないのですが、この世界を作ったのは治水家風の四聖主と言われています。でもカノ主も聖主と呼ばれている。カノ主と他の四聖主の間に争いが起こり、カノ主は封印されたのではないでしょうか。じゃがミーツ、神の意向にかなうものがあれば、クーマは何度でも生まれ、カノ主は復活する。お眼鏡にかなった同志アルトリウスがカノ主を覚醒させようとしておるとすれば、話は合うの。なら7つのクーマを探し出してカノ主の首を潰せばいい。だがクーマはどこにいる？この歌によれば、クーマとカノ主の本体は血脈でつながっている。クーマがカノ主に餌を送る口なら、血脈点に配置するのが最も効率がいいはずだ。血脈点？血脈の力が集中する特別な地のことじゃよ。この印の場所って、ねえ、この虫がいた場所に結界があったよね。まさかこの虫がクーマだと？いえ、だとしたら聖霊が捕獲していた説明がつく。あと離宮にも同じ結界があった。あれもクーマ？クーマの姿はそれぞれ違うってことか。ローグレスへ行って確かめるか。解読を始めたばかりだし、焦って無駄足を踏みたくない。
古文書の中身をもう少し知っておきたいとこだけど。何か気になるのかい？クーマが生え変わるっていうのがね。あっ、ワーグジュリンの時と同じ感じがした。この方角は聖主アメノチの聖殿パラミデス。今は聖霊の施設じゃったか。聖殿や祭壇は霊的な力に満ちた場所に作られると聞いたことがあります。地脈点を意味している可能性はありませんか？地脈点は世界中に数多くある。クーマが7体ならほとんどの場所は外れだ。しかし決定的な手がかりもない。可能性があるなら行ってみるべきじゃないか。解読を無意に待つ気はないわ。ライフセットの感覚の正体もわかるし。ひょっとしてだけど、クーマを殺すと何？どの道確かめないとわからないか。いえ、気をつけていってらっしゃい。あんたは？宿の娘です。あのパラミデスへ行くと話されているのを聞いてしまったのですが。聖霊に通報したのか？通報？タイマシ様がご一緒なのに。用があるならタイマシ様に言って。聖霊大魔師エレノア・ヒュームです。どんなご用でしょう？人探しをお願いしたいのです。ある親子が聖霊の施設に行ったまま帰らないのです。二人とも行方不明に。母親はアメノチ様の巫女マヒナさん、娘はモアナちゃんという小さな女の子です。アメノチ様の巫女ということは。はい、アメノチ様の聖殿が接収されてからマヒナさんは何度も聖霊に抗議しました。でもある日帰ってこなくなって、そしてモアナちゃんまで消えてしまったんです。きっとマヒナさんを探しに行ったんだと思います。その二人が聖霊の施設にいると。いえ、でもあのマヒナさんがモアナちゃんを捨てるなんて考えられません。巫女の後継者として厳しく育てていましたが、本当にモアナちゃんを愛していたから。抗議のことはお許しください。どうか聖霊のお力で二人を探していただきたいのです。できる限り調べてみましょう。ありがとうございます。私も母と二人で育ったものですから、一言とは思えなくて。親子か。行きましょう、タイマシ様。エレノア、どういうつもりなの？親子の件は私が個人的に探します。それはいい。では何のことですか？私が聖霊の計画を潰そうとしてるのに、なぜ積極的に古文書の解読を手伝うの？私が故意に誤った方向へ誘導し罠にかけようとしていると。そうなの？そんな罠でどうにかできるほど愚かな相手とは思っていません。私はアルトリウス様がなされようとしていることを、今この世界で起こっている真実を知りたいのです。悔しいけど
私は真実を教えてもらえるほど信頼を得ていませんでした。だったら自分で見つけ出すしかない。自己分析はできてるのね。清涼が表の道ならあなたたちが裏の道、表裏は違ってもたどり着く先は同じはずです。だから私たちに嘘をつく必要はないって。はい。真実があんたの信じていることと違ったらどうするつもり？今は分かりません。はっきり言うのね。けどもうしばらくは協力できそうね。ええ、今は。俺もお前に聞きたいんだが。何？クーマについてだ。お前前に自分のことクーマだって言ってたよな。何か知ってるんじゃないのか？知らない。アルトリウスがそう言ってただけだから。気にならないのか？あんたは気になるの？いや全然。お前が気にしてないならそれでいい。妙なやつばかりね。けどシアリーズが私を選んだ理由はおそらく。まったく、ベルベットはエレノア様にきついでふ。正反対のお二人がぶつかるのは仕方がないとしても、ベルベットの当たり方は過剰でふ。正反対かな。エレノア様が白百合なら、ベルベットは漆黒のバラ。エレノア様が空かける天魔なら、ベルベットは闇夜の狼。エレノア様がカルボナーラなら、ベルベットは浜のりイカスミひじきうどん。わかりにくいけど、わかる気がする。ふふー、わかってくれたでふね。正反対な二人には共通点などないんでふ。そういう意味ではぶつかるのは仕方がないのかもしれないでふね。でも二人とも髪は綺麗だよ。心優しき大魔士様とクールなゴーマでふよ。エレノアだって鼻炎風には冷たいところはあるし、ベルベットは僕を何度も助けてくれたよ。エレノア様は人々を救うために身を尽くし、ベルベットは敵討ちのために必死でふよ。二人とも誰かのために一生懸命ってことだよね。朗らかに人と話をするエレノア様と無駄口は叩かないベルベットは同じでふか。僕と二人の時はベルベットもエレノアも自分のことを話してくれるよ。ああ言えばこういう子でふね、君は。でも僕は本当にあったことを話してるだけだし。っていうか、ビーン、僕全然エレノア様に相手にされていない気がしてきたでふ。エレノアが話してくれなくても大丈夫だよ。僕が相手になるから泣かないで、ビエンフ。余計に悲しいでふよ、ビエン。お主らも大概正反対じゃの。え、
捕らえられまい。磯場が続くな。ナマコを踏みつぶさないよ。気をつけろよ。は？どういう注意よ。いや、ナマコを踏むとすごいことになるだろ。内臓がブチャだろと。ええ、あれはちょっとトラウマになりますよね。まあ、あの内臓を塩漬けにするといいつまみができるんだが。あれを食べるんですか？ナマコ程度、今さら何でもないわよ。ナマコはともかく、サンゴはあまり踏むなよ。はい、サンゴも生き物ですからね。宝石になるお宝だからじゃないの？そういう意味じゃない。同じ磯場でもマクリル浜とこのマーナン海礁は形成過程が全く異なる。そういえばここは岩場に覆われてるよな。マクリル浜は海岸だが、このマーナン海礁は地下洞窟が浸食されてできた磯場だ。波に削られたってことですか？それもあるが、ほとんどは岩を溶かして食らう暴食テーブルサンゴの仕業だ。長く触れていると生き物も侵食されるぞ。へえ。なるほど、サンゴに触るとピリピリするのはそのせいか。そっちの注意を早くしなさいよ。ライフゼット、クワブトのお世話はちゃんとしてまふか？うん、クワブトは夜行性だから毎日寝る前に餌をあげてるよ。それでいつまでクワブトのままにしておくんでふか？新種の虫だからカブとかクワガタか断定するのは難しいところなんだよね。というかリエンフーも虫が好きなの？もちろんカブトもクワガタも好きでふよ。男のロマンじゃないでふか。そうなんだ。でどっちだと思う？カブトムシ派？クワガタ派？難儀な問題でふよね。でもさっきマギル姉さんが判別方法を教えてくれたでふよ。そんな方法があるの？僕が判別したらクワブトの名前に僕の名前も入れてくれまふか？え？かっこいい虫に自分の名前がつくなんて男のドリームじゃないでふか。それにこの判別を行う者には名前を入れてもらう価値があると姉さんが言ってたでふ。お願いでふ、僕も君と同じ夢を見させてほしいでふ。そこまで言うなら、うん、いいよ、
この虫はみんなで倒して捕まえたんだし。ありがとうデフ。じゃあ教えるデフよ。虫を出してくださいデフ。マギル姉さんが言うには虫の背中の羽を開いて内側の薄い羽の匂いを嗅ぐんデフ。カブトムシやクワガタの薄い羽ってかなり臭かった記憶があるんだけどな。そんなに臭いんですか？試してみるか。いえ、遠慮しておきます。ビエンフ、やめた方がいいよ。あ、やっぱり虫の名前を独り占めしたくなったデフか。でも男に二言はないデフよ。ストロングブレイクな刺激ならカブト、デンジャラススパイシーならクワガタデフ。でもやらせてやれよ。自己責任だ。僕が判別するでぐー。ビエーン、ソーバートスメール。あー、ビエンフーが目を開けたまま気絶してる。しっかりしてビエンフー。姉さん、羽の匂いを嗅いだら花が爆発したデフ。なんか悪夢を見てるみたいだね。むむ、わしの魅惑の腰つきに棒の視線を感じるわ。ごめんなさい、つい気になって。その腰についてるのは何の本なの？よう聞いた。マギルー草書全5巻の秘密、棒だけに教えてやろう。右の尻側から家計簿と魔法大全集じゃ。魔法大全集は主に油取り紙として使っておる。油取り紙？乙女のたしなみじゃよ。左側の2冊は押し花用の重い本と飛び出しすぎる絵本じゃ。飛び出しすぎる絵本？一開きで川に橋がかかるほどの飛び出しじゃ。敵に追い込まれた時に壁に向かって使えば瞬時に脱出できる優れものじゃよ。使った後で元に戻すのが大変すぎるのが玉に傷でな。ここ何年かは開いておらんがな。正面の本はバウムクーヘンじゃよ。へー。重ねた生地には生き延びるための知恵が焼き印で記されておる。食べてためになる魅惑のグルメ本じゃ。食べてためになる。真面目にリアクションされると罪の意識が湧くの。どれもすごく面白そうだね。いいなあ。坊の好奇心は底知れぬの。どうじゃ、見たいか？すごく見たい。ならばマギルーのことを知りたいとおい。マギルーのことを知りたい。うむ、その願いしかと受け止めた。ご会長じゃ。こんな風になってたんだ、本の裏側って。ちょっとライフセットになんてことを。見たいと言うから見せてやろうとしただけじゃて。坊の思いをお主が止める権利などないぞ。私はこの子を守るための器です。横島な大人から守る義務があるんです。それにあなたの行為は公序良俗に反する恐れがありますよ。魔女に公序良俗を求められてもの。その鍵付きの本の想定は確かメリオダス王朝で流行した形。あなたが教育に良くないことは分かりました。今後はあなたの行動を監視させていただきます。あんまり口うるさいと嫁のもらい手がなくなるぞ。そのままあなたにお返ししますけど。マギル、もう一回めくって。本とベルトのつなげ方をよく見たいから。あ、はい。ねえマギル、星の本なんだけど、押し花に使う重い本って何の本なの？坊の好奇心はムクムクじゃの。重い本に引っかかった坊だけに教えてやろう。押し花用に使っておる重い本はビエンフー作のポエム集なのじゃ。ビエンフーってポエムを書く趣味があったの？あやつは凡霊界随一のポエミスト。ノルミンポエムと揶揄する者もおるほどじゃぞ。わしのお気に入りを朗読してやろう。東にどうでもいいことあれば行ってこいと言われ、
西にどうでもいいことあれば行ってこいと言われ、働けど働けど楽にならないで、ふう、まさにこの世は毎日生き地獄。重いね。押し花にはぴったりの重さじゃろう。心にしみるの。マギル、悪い顔になってる。これは。派手に暴れておるようじゃな。この混乱に乗じるわよ。あ、窓の外、海だよ。ここは水の聖主雨の地を祀った聖殿じゃ。地の聖主ウマシアの聖殿が地底にあったのと同じ理由で、古代の人間たちは水中に聖殿を作ったんじゃろうな。でも海の底に作るのは難しいよね。ああ、掘ればいいだけの地底聖殿とは異なり、海水との戦いに勝たねばならん。どうやったんだ？剣で海を両断したってわけじゃないだろ。まず岩から切り出した巨石を浅瀬に積み上げる。壁で囲いを作り、海水をかき出したら囲いを広げる。それを繰り返し、ある程度の広さを確保した上で海底を掘削して行ったんだ。気が遠くなるような作業だな。人間たちは困難を乗り越えて聖殿を築くことが聖主への信仰心を示すことになると考えたんだ。補足させていただくと、最近の研究ではもともとこの聖殿は海岸にあったと言われています。ん？俺の説明が間違っているというのか？いえ、私が読んだ学術書にはそのように書いてあったものですから。海岸にあった遺跡がどうやって海に潜ったんだ？四聖主が眠りについた際の地殻変動で、この聖殿は海中に沈んでしまったそうです。ですが、石の重さと海の砂のおかげで建物は密閉されていることが判明しました。そこで人々はここにつながる海底洞窟を掘って、現在のような形になったということです。そういえば僕も読んだことがある。最新版古代遺跡建築理論だよね。はい。アイゼンは読んだことありますか？いや、俺が読んだのは初版だ。石を積んで囲いを広げていく場合、内側に残った石を取り除く作業が必要ですよね。それが非効率すぎるのではないかと指摘があり、そこから研究が進められたんです。最新版は定説がいくつも覆されていて、とても興味深いので、ぜひ読んでみてください。おう。なんかアイゼンの説明全否定してないか？あ、いえ、そういうつもりでは。考古学というのは疑問と検証の繰り返しで、日々学説が変化するものだ。気にするな。どっちだっていいわ。先を急ぐわよ。ここには聖主はいないのよね、アイゼン。気がかりならばコインで占ってみればよかろう。表が出たら聖主はおらぬ、裏が出たら眠っておる。裏しか出ないだろ。前にも言ったかもしれんが、聖殿というのは聖主信仰のために人間が作った祈りの場に過ぎ、自然の力に恐れを抱いた人間が四聖主という神を祀り上げたのが聖主教の始まりと言われている。ここに眠っているいないの前に、存在そのものが伝説なんだ。でもあの御座に確かにカノヌシは存在しました。だが俺が知る限り、聖主が姿を現したなどという話は一度も聞いたことがない。カノヌシが特別な存在だと考えるべきだろうな。そうよね。まあそうだよな。あんなのが他に4つも出てきて敵に回ろうもんなら完全にお手上げだよな。そうよね。
警備は蹴散らしてくれたけど、こいつは…こやつ、胸に雨の血様の紋章をつけておる。あれは巫女少女ぞ。じゃあ、このゴーマは…さっき聞いた親子の母親の方、マヒナか。そんな…ボケっとしないで食われるわよ。分かっています。でも誰も縁が超力だ。魔王の演劇を縁が超力だ。村の人たちから慕われた人がゴーマになってしまうなんて。エレノア、もう元には戻れない。こうするのがせめてもの断りであると。あ、これって、ゴーマは放っておけばいい。あのゴーマ、娘さんを探しているうちにゴーマ病になっちゃったんだよね。ああ、宿屋の娘がそう言ってたな。ゴーマになっても娘さんのこと探してるんだよね。六郎や黒金、ダイルはゴーマになっても人間だった時にやりたかったこと覚えてるでしょ。お母さんだったらやっぱり娘さんのことずっと探してるんじゃないかなって。そうかもしれんが、そうじゃないかもしれん。そうだったらいいな。人間だった頃はきっとそうだったでしょう。でもゴーマにはそのような母性などありません。あの暴れぶりを見たでしょ。もうあれは元のマヒナさんではありません。ゴーマになり果て、心も愛情も失ってしまった。悲しいことですが、それが現実なのです。ベルベットや六郎には心があるけど、一体のゴーマを放置すれば100人の命が奪われます。ましてや清涼の施設で暴れ大魔死を襲うゴーマです。100人どころか村や町を滅ぼしかねないのです。私の村もそうでした。だから私は…ま、そうだよな。エレノアの言う通り、元には戻せないんだ。切って成仏させてやるのも情けってもんかもな。カノヌシって本当に聖主なのか。いきなりな疑問じゃの。グリモ姉さんが解読してくれた数え歌の通りなら、カノヌシは八つ首のドラゴンなんだろう。クーマを使って汚れを食うなんて、まがまがしくて聖なる存在とは程遠い感じがするんだよな。確かに聖主は精霊の一つなのに、他の精霊やノルミンとは印象が違いますよね。ましてや八つ首のドラゴンだなんて。そうか。クーマが集まっちゃったらどうなるんだろう。そりゃもう大変だろうな。俺の想像じゃ、クーマが合体して巨大な化け物になる。でもって大蛇みたいに長い八つ首のドラゴンが口から炎を吐いて襲ってくるんだ。それ少しわかります。だろう。問題は首が八つとなれば、俺たち六人じゃ手が回らないってことだ。分身の術でも使うしかないの。できるのか。できぬ。なんだよ。どうしたのライフセット。
8つの頭は別々の意思や思考を持ってるのかな。もしそうなら戦いの時にぶつかり合ったり好き勝手に動いたりして隙が生まれるはず。僕たちが心を一つにして戦えばきっと勝てるよ。ええ、手と手を取り合って戦えばきっと勝てます。そうですよね皆さん。お、わしらが一つになれると思うか坊よ。それは開かない。仕掛け扉か。イラついて壊すでないぞ。どんな罠が作動するかわからんからの。わかってるわよ。この扉のひし形の石、前にもどこかで見たよ。それと同じ石なら杯の台座についてたぞ。あのでっかい杯のかえ。さすが目ざといな。興味があるのは杯の中身の方だがな。あの杯が鍵ってことか。そう単純でもなさそうだがな。色がついている石とそうでないのがある。何か意味がありそうだ。そのようね。やっぱりいたわね。またあの結界。当たりだな。こいつもクーマってわけだ。ベルベットの予想通り、七つの首は個体ごとに姿が違うようだな。感じてた場所はここだよ。どうやら棒の方も大当たりのようじゃな。ワーグジュリンの時と同じ感覚。僕が感じてたのは地脈点だったんだ。さてこいつをどうする。クワガタみたいに小さくなれば連れていけるが。生き死になんてどうでもいいわ。こいつを倒してカノヌシの首を潰す、それだけよ。食われないように気をつけろ。クワバラクワバラじゃん。伸びろ伸びろ強力転生クレンガ潮流脚。重ねかけろレンガ潮流脚します。邪魔だろう。レンガ潮流脚どうか見合う。邪魔だろう。レンガ潮流脚ブラッシュメン。
望よ転じてつなぐ呪しを上げろ。アンマン廃止、祝福報じよ。オッカーレイズデッドか。オッカー装備客、脆弱を次回。そんな、バカな。僕が守る。オッカー手加減、しない。頭が…僕が守る。クラスト、つむじ月下、ビエンレイ客、ビエンレイ客、全員が超弱くなっちまった。そこだ、食らい尽くす。とどめ、ブレイクブースト、魔王援護、レインボーレッド、片付けない。血だらけだ。幻影を交わり目して避けろ。リズゲート、パレードインフィニッシュ。レイシ解放、肌なすのに秩序をもたらせ、ファインドオーダー。逃げた、散乱廃止、不法事業、縁が潮流客、縁が潮流客、魔王演劇家。縁が潮流客、魔王演劇家、ビエンレイ客、縁が潮流客。こんなところで、来い、二の方、投げる、わしじゃ。このクーマは小さくならないようだな。さっきのゴマ、今度こそ終わりにしましょう。
モアナ！なんでお母さんはモアナを置いていなくなっちゃったの？モアナが悪い子だから、弱かったから。ごめんなさい、ごめんなさい。嘘、こんなのって。モアナ頑張って強くなったから、清涼の糸が強くしてくれたんだよ。だから帰ってきてよ、お母さん。清涼がモアナを強くした、クーマにしたということかな。つくづく生贄が好きな連中じゃて。そんな、じゃあ、あの人は娘を助けようとして。お母さん、お母さん、お花、寂しいよ、お母さん。救えなかった我が子の腹を満たすために死にゆく自分を差し出したのか。あ、私が、私のせいで。どうする、連れて行くか。この様子じゃ足手まといになるわ。クーマに手を出すことは許さない。オスカ、清涼は何をしているの。お願い教えて。エレノア、君は知らなくていい。よくない。私が母親を倒したせいでこの子は。例のゴーマを食らったのか。だが君が気に病むことはない。全ては世界の痛みを止めるために必要な犠牲なんだ。ゴーマじゃない、あの人は母親だった。この子のたった一人のお母さんだった。だとしても強き翼を持つ者は。女の涙には気をつけなさい。お母さん。モアナ。やるなら今だ。どいて、ライフセット。待って、あなたには優しさがないんですか。そんな議論をするつもりはない。目的はカノヌシを弱めることでしょう。つながりさえ立てば殺せなくても。ビルビット。はあ、情にほだされたか。女の涙は実に危険じゃな。グリモワールの言葉が気になったのよ。殺すのは後でもできる。連れてくならさっさと引き上げよう。敵の拠点に長いは無用だ。僕はライフセット。モアナ、一緒にここから出よう。お母さんは一緒じゃないと寂しいよ。寂しくないですよ。離れていてもお母さんはずっとあなたを見守っていますから。どうしてわかるの。私のお母さんもそうですから。行こう、モアナ。うん。
Thank you.